もともと包むことをテーマに作品を作っていたんですが、それが普段使っている風呂敷とイメージが重なって、作品のアイデアにも取り入れるようになりました。風呂敷はただ布で何かを包むというシンプルなものなのに、長い歴史の中でたくさんの包み方が生まれています。その発想の面白さや形の美しさに魅力を感じています。私は陶芸作品を作っているので、今は壺や鉢など器の形をイメージしたものが多いです。他にはシンプルで硬さがあって、中に入っているものをイメージしやすい形を選んでいます。まず頭の中で作品の完成図をイメージするところから始まります。中にどういったものを入れるか、結び目をどこに持っていくか、シワはどこからどっちの方向に流れていくか、そういうのを全て決めてから、それを手びねりで再現していきます。完成した作品の中は空洞なんですが、形を作っていくときは土が柔らかいので、重力でへたっていくため、中に支えを入れるときもあります。ただ、このまま形を閉じてしまうと、作品が乾燥するときに壊れてしまいますので、閉じてしまう前に全ての支えを抜いてあります。一つ目は包むという行為を深く掘り下げてきたことで、形や色の選択がより具体的になってきました。その時々に私にとって身近だったウコン布や風呂敷を作品に取り入れたことで、昔はただの袋だったのが、それが黄色い布になったり、何を包んでいるのかを明確に伝えるようになってきました。二つ目は手の技術が上達したことです。最初は形を作るだけでとても苦労していたんですが、だんだんと頭の中のイメージを土で再現できるようになり、そうすることで包まれたものの中の硬さと表面の布の柔らかさの両方を表現できるようになってきました。